はい、飯田君の勉強。まず自然体。今自然体だと思うけれど、当たり前のことを言う。力を抜く。背筋を正す。正面を見る。足は今みたいに並んでいてもいいけれど、どちらかが前へ出ていてもいい。はい、それで次、はい、自然体よろしい。はい、つく。はい、構えて。その場で。はい、号令。はい。真ん中つく。脇をこするように。はい、それでね、飯田君、号令をかける稽古をしよう。本当に戦うときは気合をかけたり、号令をかける。号令は腹から声を出す。例えば、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今の声聞いたな。5、90。あれだけの声が出る。腹から出す。これ専門言うとった声が潰れちゃうから、そんなにかけんでもいいけど、勝負言うのは早ければ1秒長くとも2、3秒、もう5秒とない。だからその間ぐらい腹から声が出るんだよな。で声を出すことによって気合が出る。綱引くとき黙って引くか、みんなで大きいし綱かけて引くとき黙って引くか、例えば声が合わせる、例えば太鼓がドーンえいってみんな引くやろ。黙ってドーン、黙って引くか、これ黙って引かない。餅つくときのそれやな。田舎で餅つくときでもみんな励ますんで、ほんで、なんで雇用ですか。吐く息が強い力を出す。吸う息は弱い。そういう意味で、こいつともね、レッツとこう、まあ、あのぐらいでいいから、出してみよう。はい。構えてください。構えた時からその真ん中の前の手は真ん中に置いとく。はい、飯田君、真ん中か。ちょっと直しちゃって。構えた時から真ん中に置いとく。あと突く時全部真ん中を突く。全部真ん中をつく。まあ飯田君何回も声出さんといかんからほどほどの声でいいけれど、みんなで物を引く時でも力を合わせて言うけど、声も合わせてやる。押す時もみんな勝手に押すんじゃない。みんな誰かが「ほれ!」言ったら「へい!」ってみんな声出す。なんでやった出す声が強い。ちょっと僕、これ。